はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。ロストヒーローズ、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずデザートキューブの先ですね。ちょっとあそこまで行くのがめんどくさいけれども、中継地点は2でいいんだっけ。あの流れる砂漠のところがかなりめんどくさいっていう。地図がなかったらもうこれはお手上げですね、完全に。この川の流れに身を任せ。うわー、敵出んのかよ。しかもあと一歩のところを、ちょっとウィングゼロだな。そうするとウィングゼロ、あー敵一体だ。よし、これは期待できるな。おりゃん、みんな蹴りだな。お、ビームサーベルね、攻撃するのね。なるほどなるほど。いって超強え。そうか、オーズ2回攻撃だったんだ。初めて知ったな。お、ゼロがレベルアップ。ちょっと回復をさせなくては。で、このエリアだな、このエリア。どっちだ？お前は邪魔だ。ここに行って、ここに行って流されて、流されてる間は敵が出ないから、まあ、それはいいっすよね。で、こっか。で、あと右上の方に行くには、どこだ？どの竜差だ？上の方か。うう、不意打ち痛い。宝箱見えるけどいけないから。で、ここがどこだ。ここか。よし、たどり着いたぞ。これでこっから先っすね。なんか見えんだけど。何あれ、大丈夫か。行ってとりあえず向かうか。その前に敵が出たっていう。ゲー、いっぱいいる。でも先手取ってんな。これはちょっと効率よく行きたいな。あとはいいや、全然効率よくねえな。オッケーオッケーオッケー。完全に巨大なアリ地獄、アントラーの巣がある。キャプチャー光線が上空に向かって照射され、中からは不気味な鳴き声が聞こえる。え、なになに。強力な磁力で引き寄せられる。これ以上近づくのは危険だ。そういうことね。あれが邪魔をしていると。またこれかよ。うおー、戻されないだろうな、これ。宝箱が見えるけど、いけない。戻された。こっちで、あとこっち行ってないな。で、宝箱取ろう。なんでこんなネバネバの川、見づらいところにネバネバの川が。目的地はな、左の方なんだけど、まあ、敵は変わってないから大丈夫かな。よし、これね、2回で倒せればだいぶ楽。サラマンドラが2回で倒せないのか。ウィングゼロ、そうすると強いな。ゼータやニューガンダムと比べて通常攻撃が強い方がやりやすい。超戻された。結局この流れに乗るのかよ。どこへ行けばいいんだ俺は。これもう結局ダメでしょ。え、ちょっと待ってよ。お、トーラスだ、トーラス。お、サラマンドラでも攻撃によっては2回で倒せんな。誰と誰のペアだと倒せるんだ。まあ、いや、1個ずつ地道にマスを埋めてこう。そうすればいつかたどり着く約束の地へ。いや、これ絶対無理だよ、こっから行っても。
こっちから回り込んでいくのか。そうするとなんか超戻されそうなんだけど大丈夫か。これも流れに乗っちゃっていいか。宝箱ルートか。10円とか言ってふざけんな。なんだそのトラップは。ピーターラビット、この回避率アップかな。一発で倒したぞ今。やっぱり通常攻撃の高い方がいいな。これ上行っていいのかな。ダメだった。あ、よかったじゃん。実は違った。だいぶ流されてるけど、お、マジ大丈夫か。めっちゃ流されてるよこれ。おお、すげえ来た。これはちょっと回復させとこう。何が起こるかわからないからな、この先。バラージってのはこの辺りだな。さっさとバラージの青い石を取って帰るぞ。それだけ。ここがバラージ地帯。確かにちょっとだけ雰囲気が変わった。流砂がないのがいいな。宝箱とかはないのかな。敵は変わらない。いいね、一旦撃破。木止まりですかい。そろそろ着くぞこれ。あそこに青い石が見える。何かある。見えないけどね、こっからだと。おお、ウルトラマンが青い石を持っている。手にバラージの青い石を持っている。あ、あれがバラージの青い石とかいうやつか。よし、俺に任せろ。ゼロは石像に手を伸ばし、バラージの青い石を掴んだ。バラージの青い石を入手しました。よし、アントラーのところへ戻るぞ。これ何、自力で戻るってこと。すぐ戻れんのかな。まあ、もうちょっとここを探索していくか。そうすると結構すぐ取れたからな。うん、ここはつながるだけか。これで終わりなのかな。何にもなさそうだ。もう君たちでは相手にならん。ちょっとマップを埋めていきましょう。じゃあこれマジで歩いて帰らされんな。本当にこいつらしか出てこない。どんだけ狩ればいいんだ。2人だとあんまり経験値も持ってないしな。ただオーズが減ってきた。こっち側に行ってないので。おお、宝箱あるじゃん。ネバネバの皮。ネバネバの皮最近流行ってんの。しかもネバネバの皮って誰の皮だよ。アイテム説明とかあったっけ。ケムラ、シャムネコ、ヤミ、こっちは仲良しだな。いつも二人で出てくる。そしていつも二人で倒される。ここはもうこんなもんか。お、あった、大きな鉄くず。大きな鉄くずとか超邪魔そうなんだけど。お、モビルスーツ部隊だ。何、リオ買って。うん、硬いな、モビルスーツ部隊。意外に怪獣とかの方が硬そうなのに。あとはこっちに行けば大体捜索は。ああ、こんなところにショートカットが。危ねえ、捜索しといてよかった。アイテムで戻ろうかなともちょっと思ったけど、いっぱい出てきた。今度はヘリオンは2回で倒せんな。サラマンドラも150クラスのダメージを与えるやつだと2回で倒せる。こっちもなんかすっげえ伸びてるけど、どこへ向かおうというのだ俺は。そしてまたこのペアになった。
オーズが1回しか当たらなかったりするとちょっとダメージが弱いのかな。重厚な降格、なんかモンハンみたいなアイテムになってきたな。おお、ここまた流砂地帯、あ、こっから戻れんじゃん、すぐ。いいねいいね、なるほど、そういうことだったのか。さすがにマップは作り込まれてるな。ヘリオンのヒットポイントは200か、サラマンドラも250だから、そうだな、120クラスとかだとちょっと倒せないのか。誰が強いんだ。もうオート戦闘だと早すぎてよくわからない。よし、着いたぞ。どうしようかな、大丈夫かな。バラージの青い石を、石が手に入ったようだな。さあ早く巣の中へ投げ込むんだ。投げ込みますか。いいえ。ゼロはバラージの青い石を握ったままアントラーの巣を見つめた。何やいやだから何人みたいな。どうした、早く投げ込んでくれ。わかったわかった、せかすな。ちょっとやってみたかっただけなんだよ。ゼロはバラージの青い石をアントラーの巣に投げ込んだ。こういうのが出たら1回はいい家にしたくなりますよね。キャー、これがアントラーか。なんか FF4 のあいつみたいだな、アリ地獄のやつ、名前忘れちゃったけど、ギルバートのイベントのやつ、なんか効くかな。炎とか効くのかな、ちょっとやってみるか。え、バスターライフル、ビームサーベル、バスターライフル、ちょっとやってみる。どこ行ったんだな。風、氷とかがあればな、多分効きそうだったんだけど。サイクロンブロー、スーパーエナズマキック、砂嵐。いやー、マジか、こういうことをやってくるのか。これはちょっときついな。ターゲットロックオン。お、強そう、強そうだけどかわされた。当たった、よし。そうするとどうしようかな。まあ一応ゼロナックルでやっとくか。ロックオン的な、よし、ある。あんまりミスるとまずいから、ちょっと節約をしていこう。ちょっとまだ攻撃できんな。よし、超強い攻撃力が、相変わらずボスの攻撃力は強いな。エネビームスラッシュ、ビームサーベル、ヒール、エネビームスラッシュ、おお強い、いいね。えらい、3回かビームサーベル238、結構強いな。ロックオンって何ターンだっけ、まだロックになってんの。そう、ここでカラータイマーになってるからアシストアンク。ビームサーベルってでもアンクで増えるのか。物理攻撃です。一応ゼロナックル使おう。もうこれ物理じゃないよな、ビームサーベルは。これ絶対物理攻撃だろ。視界が悪くなった。でも今はロック状態だ、無駄だ。ウルトラマン弱え。でももうちょっとだな、あと1ターンで倒せると思う。攻撃処方時にメタルブランディングじゃなくてサイクロンブローにしよう。かわされた、ロックが切れてる、いつの間にか。ひどい。ロックオン15も使うのか。でもやべ、死んだ。ウルトラマンが死んだ。アントラー、マジか。アントラーの巣が消え去った。やったか。ライドゲートを確かめに行ってみるか。なんだライドゲートって。ちょっとウルトラマン死んじゃったんだけど。戻ろう。レベルアップ。おお、これを手に入れたのか。アイテム、何個ある今？ちょっと一回整理しよう。
33個か。ちょっと預けていくかな、そうすると。倉庫。で、預けると。大体この素材がね、いらないですからね、持っててもしょうがないんで。力石なんていつの間に手に入れた？とんでもなく重い石。そんなものを持ってさ、よくさ、歩いてるよな。チップ報告しよう。アントラテ、お、よしよしよし。クリティカルパワーだ、やった。どうしようかな、クリティカルパワー。ウルトラマンにしようかな、そうすると。クリティカルパワー。一応セーブをしていこう。で、とりあえずはいいかな、回復させに戻ってきただけだから。ちょっとまたここから行くか。中継地点をね、もうちょっと頻繁に作ってもらいたいな。ここはで最後の最後の一歩で、お、出ない。そうか、絶対この歩数で出るってわけでもないのか。少しばらつきはあるみたいですね。これでこっちへ行って、でここ行って、うん、だいぶ覚えてきたぞ。全然覚えてねえし、戻ってきちゃったしこっちか。で、もう地図を見るのがちょっと、もう君たちでは相手にならん。ダメだ、やっぱりダブルがちょいと攻撃力弱いのか。そうするとどこだ、こっちか。さて、それでここだな。ようやく戻ってきたぜ。ヘビーアームズとかアリオスとか、あいつはどこ行ったんだと思わないのかな。いきなりリターンで戻ったからね、消えたみたいなさあ、この先か。てかヘビーアームズかどこ行ったんだよ。そもそも一緒についてきてるってわけじゃないよね。外壁からまた埋めてこう。ああ、ウルトラマンゼロがちょっと弱いな、攻撃力。ウィングゼロとオーズの方が強い気がする。どういうことだ。もしやウルトラマンゼロ2軍落ちの可能性が。っていうかこれあれじゃん、ゲートじゃん。ライドゲートは問題なさそうだ。あ、問題ないんだ。すげえ禍々しい感じがするけど、これでライドマシンさえ完成すれば。お、ダブルオーだ。その時ヒーローたちのもとにダブルオーが駆けつけた。うん、ダブルオー、どうした。作戦プランが決まった。至急キャンプに集まってくれ。じゃあみんなキャンプへ急ごう。結局これは見て終わりか。ゼロたちはキャンプに移動した。強制送還された。で、俺たちの最終目標は敵の本拠地を叩くことだが、そのためにはライドダンジョンに出てサイコガンダムを倒す必要がある。強そう。てかライドダンジョンか。ちょっとワンは初めてやるんでわかんないですけど、このライドダンジョンっていうのがかなりクセモノだったみたいで、ロストヒーローズ2では排除されてましたね。なんかだいぶ評判が悪かったっすからね。見てみたら、サイコガンダム知ってるのか。フォーか。そんなものまで敵は。でもガンダムなんだろ。見た目はガンダムだけど俺たちよりずっと巨大で強力です。そいつは手こずりそうだな。で、そのサイコガンダムを倒す方法なんだが、新しいライドマシンの建造が不可欠だ。ライドマシン。ライドダンジョンを移動し敵と戦うための船だ。前の作戦で大破したプトレマイオスをベースに建造を進めてきたが、俺たちの技術だけで完成させても前回の二の舞になる可能性が高い。だがウルトラマン光とお前らヒーローチームの協力のおかげで、あらゆる状況に対応できるライドマシンを完成させられそうだ。なるほど。で、作戦プランというのは。それは僕から話そう。今回の作戦プランは簡単に言うと、ライドマシン完成に必要な資材の回収だ。僕たちは以前より敵陣の調査を重ね、その結果このキューブには多種多様な資材が取り込まれていることが判明した。
しかしその中には特徴や用途など詳細不明なものも多く含まれていた。だが今回君たちと情報を共有できたおかげで、そのうちのいくつかがより強力なライドマシンの建造に有用だと分かったんだ。その資材とは？ここからは光、説明してもらえるかな。なんで振るんだ話を。いいだろう。まずはエメラル鉱石だ。お、エメラル鉱石また出てきたんだ。またっていうかこっちの方が先か。エメラル鉱石？ゼロはよく知っているな。惑星エスメラルダを構成する物質、それそのものが超エネルギー源となるだろ。その通りだ。我々はそれを動力源として利用したい。そりゃすげえな。出力半端ねえだろ。そしてガンダニウム合金、これは装甲の強化に利用できる。調査の結果、敵はキューブ内の施設でガンダニウム合金の生成を行っていて、非常に高純度のものを保有していることが判明している。最後に武装なんだが、敵の保管庫に攻め入り使えそうなものを回収する。盗賊だなこいつら。以上3つの資材装備が目的となる。従来ならばこの3箇所を一つ一つ攻めるしかなかったが、今回はヒーローチームの加勢で同時に進めることができる。そうすれば敵は戦力を分散せざるを得なくなる。その上でソレスタルビーイングがおとりとなり敵を引きつける。その間にヒーローチームが指定ポイントに進行し資材を奪取する。これが今回の作戦プランだ。今回の作戦名は盗賊プランと名付けよう。ソレスタルビーイングのメンバーは作戦区域ごとに担当を割り振っておいた。作戦 A、 エメラル鉱石の回収、担当はこの俺とアリオスだ。作戦 B、 ガンダニウム合金の回収、担当はデッサイズヘルとバースだ。作戦 C、 武器保管庫の襲撃、担当はサンドロックとヘビーアームズだ。なおこれらの作戦区域はすべて荒野地帯に集中している。荒野地帯の入り口は流砂地帯の南西部だ。あ、入れなかったとこか。担当者はそれぞれ現地で待機するので、作戦行動を開始するときは彼らに話しかけてくれ。どの作戦から始めても構わない。それからウィングガンダムゼロとダブルオーガンダムだが、2人とも潜入ミッションを得意としている。ウィングゼロは引き続き、ダブルオーは今回からヒーローチームに加わってくれ。任務了解。了解した。これより潜入行動を開始する。しっかりやれよ。しかしどの作戦区域も敵は強力だな。モビルドールシステム、疑似対応度に冴え込み、敵は元いた世界の最先端技術をすべて掌握し戦力としている。一筋縄ではいかねえやつらばかりかよ。こりゃ苦しい戦いになりそうだぜ。みんなで力を合わせればきっとうまくいくよ。今回はヒーローチームだっているんだし。よし、ではこれより作戦開始だ。それぞれ担当の作戦区域に向かってくれ。僕と光はキャンプに残って指揮を取る。何か聞きたいことがあれば話しかけてくれ。おお、ダブルオー。ヒーローたちはそれぞれ慌ただしく作戦の準備を始めた。作戦 ABC って結局じゃあ全部やるってことか。メビウス、これをお前に託そう。なんだ、何をくれるんだ。ナイトブレス、来るべき戦いで必ず役に立つはずだ。でも光、君は？俺は技術者として後方支援に徹することに決めた。お前たちが安心して戦えるようにな。光、ナイトブレスを入手しました。メビウスの新しいスキルが解放されました。よし、マーカーがセットされます。え、何、どっから行くの？何マーカーって。こいつじゃん、話す。資材を回収したら俺に届けてくれ。ここで待っている。そういうことね。じゃあちょっと一旦戻って、施設強化 OK。 柔軟な羽、どうしようかな。そうするとチップってなんか手に入れたっけ。なんもない。ダブルオーだな、ダブルオー。でもな、ウィングゼロも強いからな。ダブルオーの力を見てみよう。キャラ詳細、物理、関節、攻撃力は両方同じくらいか。ウルトラマンメビウスの関節攻撃力強えな。あ、ウルトラマンゼロ強いじゃん、やっぱり。電王は91。あ、ダブルも100あるのか。90代。ニューガンダム67とか言って、弱すぎだろ、ゼータも。ウィングゼロは、こいつは多分関節攻撃なんだな。ダブルオーは、なんかでも弱そうだな、そうすると。あと、速いやつ誰だ？もうずっとダブルを使っちゃってるからな。111。
次に匹敵するのは、わあいねえな、ウィングゼロとかだな、なかなか厳しいな。仮面ライダー電王も遅いしな。そうだな、ちょっとパーティー編成を変えよう。ゼロのトラカンドロイドを外して、ウィングゼロはちょっと入れとくか、また新参者だから。こいつはちょっと外そう。で今回もダブルも外しちゃおう。よし、パーティー編成。ウルトラマンはメビウスを入れよう。で、ウィングゼロとダブルオーで電王を入れよう。うわ、電王14レベルか、マジ出遅れてんな。で、回復を誰にやらせるかだよな。回復を電王が遅いから最後に回復させる。いやでもそうするとね、2ターン目の攻撃で死ぬ恐れがあるから、ちょっとウィングゼロにしよう。このメンツでいくと誰が早いんだ。72、82、うん、そうだな、ウィングゼロだな。ウィングゼロに素早さが上がるやつ、あ、もともと素早さが上がるやつ装備してるんだ。それで早いんだこいつ。じゃあフォースの付け替えて、メビウスは関節攻撃が強いのか、これちょっと上げるか。でダブルオー、ダブルオーはじゃあこれ、電王がこれ、スキルツリーを見よう。メビウスなんか覚えたって言ってなかったっけ、どれだ、わからん。とりあえずこれ上げていくか。メビウスチョップ、おー、メビウムシュート。ヒーロー技はな、持ってるに越したことないからな。一応自爆覚えとこう。バスターライフル、これいくつだ、バスターライフル3、ウィングシールド2。あ、ここからか、足りない AP が。ダブルオー GN ソード、ビームサーベル、一応下のやつを全部解放しよう。ライフル、シールド、2、トランザム、これは3、足りない。で電王、黄色技覚えて、これ何、解放条件があるな。俺の必殺技パート5レベル3、これレベル3まで上げるのか、きついな。じゃあこっちから出てくか。巧みな交渉、味方全体の氷属性攻撃を上昇か、あんま必要なさそうだな。覚えられるやつ覚えていくか。ダンス、敵に狙われやすくなります。どういうダンスだこれ。ツインショット、うん、これでもうちょっと足りないか。はい、というところでダブルオー、仲間になったので、ちょっとパーティーを変えてまた次回からやっていこうと思います。今回はこれで終了します。